はい、皆さんこんにちは、あーちゃんです。今日はですね、令和元年、10月17日ということで、本日は、これですね、よいしょ、ね、プロ野球のドラフト会議が行われます。多分夕方から、指名の、会議が始まると思うんですけども、今年はですね、星稜高校の奥川投手、それから、大船渡高校の、佐々木投手が今、注目をされておりまして、まあ、おそらくですね、重複で、指名されるのではないかなというふうに思います。誰がですね、どの球団に、指名されるかですね、非常に楽しみではあります。今年もですね、新しいまた選手が指名されて、またプロ野球へ羽ばたいていくということで、また来年以降ね、どういうプロ野球になるかっていうのが非常に楽しみになってきてます。それで、去年はね、大阪桐蔭高校、の、根尾選手とかね、あと4人でしたかね、大阪桐蔭高校から、ピッチャー、それから、2人でしたかね、左のピッチャーとね、確か4人、指名されたりとか、そう、藤原君ですね、センターのね、ちょっとまだね、今年は1軍ではね、なかなか定着できませんでしたけども、あと、まあ、報徳学園のね、小園選手はもうカープでね、もう来年はもう多分レギュラーって、まあ、田中選手もね、あれでは終わらないと思いますんで。まあ、また争いがね、楽しみになってきますけども、あと大学、社会人でもね、いい選手がたくさんいます。大学、明治大学の森下投手とかね、あと社会人もね、たくさんいますので、まあ、誰がどこへ行くのかっていうのが非常に楽しみではありますけども、まあ、ただですね、最近のドラフト会議をちょっと見てみ、まあ、テレビでね、昔はまあテレビでこうリアルタイムではやらなかったんですけど、最近ちょっと見てみると、ちょっとあまりにもね、ちょっとショーアップされすぎてて、ちょっとね、どうなのかなって思うのは僕だけですかね。ちょっとね、もう少し、なんていうかな、まあ、一般の人向けでも、なんていうか、こう、みんなにね、こう、伝わるようにっていうふうに多分やってるからかなと思うんですけど、少しちょっと、なんていうかな、指名が終わった時にこう、くじを引いた人にこうね、インタビューとか、どうなんだとか思いながら、なんか昔のパンチョ伊藤さんが、やってた頃が懐かしいな って思うのは私だけでしょうか。まあね、またいろいろとこう、野球もね、こうアピールしていかなきゃいけない部分もあるので、まあ、こういうこともあるのかなというふうに思いますけども、まあ、楽しみに、待ちたいと思います。今日の夕方から、始まると思いますけども、ドラフト会議、どこに誰が、指名されるのか、皆さん楽しみに待ちましょう。はい、ではありがとうございました。はい、ここから筋トレ動画をご覧ください。今日も動画を見ていただいてありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。